こんにちは、オレンジシフトの谷です。今回はアフィニティフォトの3つのシャープの違いを確認しながら、人物の目元をシャープに、肌を滑らかにしていきます。同じ写真で作業される方は概要欄のリンクからダウンロードして利用してください。フィルターメニューのシャープの項目を確認すると、アンシャープマスク、明瞭度、ハイパスの3つの項目があります。これからこの3つのフィルターを実際に実行していきます。今回はフィルター機能からではなく、ライブフィルターを利用します。ライブフィルターを利用すると、写真の一部分だけ効果を適用するマスクの機能が利用できます。変化が確認しやすいように写真を 200% に拡大しておきます。レイヤーパネルのライブフィルターをクリックして、アンシャープマスクを選択します。係数がシャープのかかり具合になります。とりあえずスライダーを中央あたりまでドラッグします。半径で輪郭が強調される幅が決まります。通常1ピクセル付近で利用されますが、今回はシャープが画像のどのような部分にかかるか確認したいので、7ピクセルくらいにしてみます。アンシャープマスクはかなり細かい部分からシャープになるので、ノイズも少し強調されてしまいます。色位置を上げることで変化が少ない部分にシャープがかからなくなりますので、ノイズを軽減できます。アンシャープマスクを適用すると、眉毛の周りに白っぽいエッジが確認できます。半径が7ピクセルだとエッジの幅が気になるので、半径を3ピクセルくらいにします。個人的な感想になりますが、アンシャープマスクをかけると写真の解像度がワンランクアップしたように感じます。目の部分と髪の毛の部分でビフォーアフターを確認してみます。削除をクリックして操作を取り消します。レイヤーパネルのライブフィルターをクリックして明瞭度を選択します。スライダーを 100% に変更して明瞭度を最高にしてみます。明瞭度は別名ローカルコントラストと呼ばれるように、局所的なコントラストを強調します。顔で考えると、髪の毛やまつ毛を強調するのではなく、肌の質感を強調します。よって目元をシャープにする用途には向いていないと思います。目の部分と髪の毛の部分でビフォーアフターを確認してみます。削除をクリックして取り消します。明瞭度を別の写真に適用してみます。
このように写真の岩肌を強調したいときにはとても重宝する機能です。ビフォーアフターを確認します。レイヤーパネルのライブフィルターをクリックしてハイパスを選択します。このフィルターを利用するには少しだけ手間がかかります。まず半径を調整して写真に追加するエッジを作成します。今回は目元や眉毛をよりシャープにしたいので、そのあたりが表示されるくらいにします。今表示されているグレー以外の色を元の写真と合成するために描画モードを変更します。描画モードをクリックしてハードライトにしてみます。これで写真にシャープが適用されました。描画モードにはたくさんのパラメーターがあります。シャープの効果をもう少し弱めたいときはソフトライトにします。エッジの色を鮮やかにしたいときにはビビッドライトにします。それ以外にもいろいろな描画モードがありますので、変更してシャープのかかり具合を調整できます。今回はハードライトのままにしておきます。目元と髪の毛でビフォーアフターを確認します。アンシャープマスクほど細部が強調されすぎないので、目元や眉毛などを強調するにはこちらの方が向いていると思います。実際には写真によって変化してしまう場合もあるので使い分けてください。バツをクリックしてダイアログを閉じます。今はハイパスが写真全体に適用された状態です。レイヤーパネルの背景の左端をクリックしてハイパスを表示させて選択します。レイヤーメニューから反転を選択します。これでハイパスのレイヤーに黒いマスクが作成され、写真にハイパス機能が適用されていない状態になります。目元と眉毛のみにハイパスを適用するためにペイントブラシツールを選択します。ブラシパネルを選択して基本カテゴリーの128ラウンドライトブラシを選択します。カラーパネルで白を選択します。目元をドラッグしてシャープにします。ペイントした部分が分かりづらいので、レイヤーパネルの描画モードを一時的にコントラスト反転に変更します。ドラッグした部分がグレーになります。描画モードをハードライトに戻します。
ビフォーアフターを確認します。仕上げに肌を滑らかにします。レイヤーパネルの背景を選択します。ライブフィルターをクリックして表面ぼかしを選択します。とりあえず許容量を 20% にします。半径を調整して肌をどのくらい滑らかにするか決めます。こちらは 15% くらいにしてみます。許容量を下げると輪郭がはっきりした部分にぼかしの効果がかからなくなります。許容量を下げて目元をはっきりさせます。バツをクリックしてダイアログを閉じます。表面ぼかしが写真全体に適用されているので、レイヤーメニューから反転を選択して適用されない状態にします。ペイントブラシツールが選択されている状態で幅を500ピクセルくらいにします。肌の部分をドラッグして滑らかにします。細かい部分は幅を変更して作業します。ビフォーアフターを確認します。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。